スケートをする人々作品183はエミール・ワルト・トイフェルが作曲したワルツ。スケーターズ・ワルツという通称でも知られる。ワルツ、女学生に並ぶ作曲者の代表作である。日本での人気がとりわけ高く、海外ではワルト・トイフェル名曲集的な企画から漏れたり、逆に英国へ発注された日本限定人気ポピュラー名曲集 CD に含まれたこともあるが、 トスカニーニとカラヤンが好んで取り上げた曲でもある。ブローニュの森のスケート場、エルネスト・コケリンパリの森林公園、ブローニュの森にあったスケート場に着想を得て1882年に作曲され、俳優のエルネスト・コケリンに検定された。無声映画の時代には、劇場の伴奏として使われていた。演奏時間は約4分。助奏、4つの昭ワルツ、構想からなる。 冒頭部楽譜は一時的に使用不能です。A パート楽譜は一時的に使用不能です。ホルンのゆったりした旋律が続き、これが助走となって第1ワルツが始まる。この第1ワルツの主題が全曲の中心となる。A パート楽譜は一時的に使用不能です。A パート楽譜は一時的に使用不能です。A パート楽譜は一時的に使用不能です。 A パート楽譜は一時的に使用不能です。力と速度を加えて活気ある展開をした後、第4ワルツの最初の部分が再び現れ、ここに短いカデンツァが入る。これを境に、コーダに入り、第1ワルツがまた現れて、全楽器パートがクライマックスに達して終わる。青木荘が作詞、末吉や諏が編曲をそれぞれ手掛けて、合唱曲にアレンジし、 1964年2月に NHK のみんなの歌で放送された。歌は東京放送児童が商談。NHK 出版から発売されている楽譜集には第2巻に掲載されている。長らく再放送されていなかったが、みんなの歌発掘プロジェクトにより、発掘2018年12月から2019年1月の ラジオのみ54年ぶりの再放送となった。ウィーンフィルハーモニー管弦楽団によるニューイヤーコンサートにも2017年にグスターボ・ドゥ・ダメルの式で登場している。純粋なワルト・トイフェルの作品としては、このスケートをする人々が史上初めて取り上げられた曲である。A.B. 若宮由美、ウィーンフィルニューイヤーコンサート2017-35歳の デウダメルがウィーンフィルを振る。曲目解説より、スケーターズワルツ。AB、名曲解説全集第3巻還元楽曲 P420 に、スケートをする人々。www.nhk.or.jp。2019年1月21日閲覧。ありがとうございます。